男性ソロ歌手間ダニエル側が新型コロナウイルスの検査と関連した立場を明らかにした。24日、間ダニエルの所属事務所コネクトエンターテインメントは情報サイトオセンに音楽番組の出演者のコロナ感染に関連し、アーティスト及びスタッフ全員が先制的な検査を行う予定だと明らかにした。以下、間ダニエル側の立場全文。こんにちは。コネクトエンターテインメントです。音楽番組の出演者のコロナ感染に関連し、アーティスト及びスタッフ全員が先制的な検査を行う予定です。本日の番組ステージは感染者発生の発表以前、事前収録で準備されました。事実確認直後からは、最大限に接触者を減らすために音楽中心の1位のトロフィーを直々に受け取れなかった点を、心から謝罪の言葉を申し上げます。当社はこれからも疾病規則を遵守し、後続措置を講じる予定であり、検査結果によっては全ての日程が変更されることがあることをお知らせいたします。今月の少女、イブスキアネがエランくれた写真タイプ。何とかありがとうイブだスマイルマークスマイルマーク。今月の少女ルーナ。エイティーズ。エイティーズエイティーズ。和南出身イゲタカンダニエル。視聴率の不思議が韓国で話題。カンダニエルが超人気バラエティ番組一人で生きる第383話に出演。自宅や日常を公開。韓国 PC 負債以上に華麗なパソコン部屋、2匹の伴侶猫、休みの日のボードなど、見どころ満載。しかし、なぜか視聴率は 6.6% で歴代最低。